成都天府国際空港は中華人民共和国支線省を関与し、芦屋市鎮にある成都の南東約 50km に位置する2021年6月27日に開港の国際空港。全長 4600m3800m3200m の ILS 装備の滑走路3本を有する総面積52万平方メートルの国際空港である。 生都市の中心から 51km、関陽市の中心から 15km、潮市の中心から 25km の位置にあり、2021年6月27日に開港予定である。二つのターミナルを有し、将来的には最大四つのターミナル六本の滑走路が設置できる。生都総流国際空港は1938年の創立以来、多数の改修。 拡張を繰り返してきたが、21世紀になり、旅客数、飛行機の発着数が共に激増した。ターミナル、滑走路の増設にもかかわらず、空域の制限などももあり、容量が限界に達したため、別の箇所に新規に空港を建設する必要に迫られ、生徒添付国際空港が2016年5月、正式に寄港した。第一ターミナルは、国際線、 国内線の両方に対応し、地上4階、地下1階の31万8000平方メートル、年間1200万人の国内線旅客と600万人の国際線旅客に対応できる。第2ターミナルは国内線専用で、地上3階、地下1階の27万6500平方メートル、年間2200万人の旅客に対応可能である。ありがとうございます。